毎度どうもオンライン専門占い師 VTuber の梅田八角でございます本日もよろしゅうます、えー、さて今回はですね、えー、前回まではずっとあの占いについてのお話をしてきたんですけれどもまああの要はプライベートな部分ですね要は趣味とかそういうのを紹介させてくださいまずは梅田八角の名前の由来について、えー、キーポイントは「梅」でして まあ私の誕生期っていうのは誕生した際に大体その前後のにあれか成長する成長というか花咲かすような木とかを選んで、まあ、それでまあうちの誕生を祝うそういう文化があったんでそれでまあ2月の13日なんで梅が選ばれたわけですねなのでそういう要素を大事にしようかなと思ったのと あとは、まあ、初めて行った神社のおみくじの内容が、えー、がっつり梅に関係するものでした、えー、画像を出しましょうかね、えー、こちらですねこちらのおみくじの内容なんですけれども「えー、雪に耐ええー、風をしのぎて梅の花世にめ,ずめでられるその香りかな」という内容でして、えー、キャプチャーは終わります はいえー、なので、まあ、雪に耐えて風をしのんだ梅っていうのは花咲かした時にその香りがいろんな人に褒められますよっていう、まあ、要は気に入られる花の香りになりますよっていう枠が出たので、まあ、これはもう要素として入れるしかないやろっていうこの2点からあれですね名前には絶対梅入れようと決めてましたで、まあ、あとは自分関西の出身なんで、まあ、梅だと。 で発覚、下の名前の方です、ね、は、まあ、あれですねあの、亀の甲羅ですね、えー。亀の甲羅は昔、占いをする際の吉凶を表すときによく用い,た用いられていたので、まあ、その形から着想を得て発覚ですねで。この名前の総額は31角で大吉なんですね。えー、と画像を出しますね。 はい、こちらですね。私の名前、総閣三十一閣で大吉で、美形とか才能とか調和を意味するものだと。あとは校長とか円滑とか繁盛とか、要は商売するのにすごい仕事運がいい名前になりました。ちなみにですね。 えー、他の候補やと梅田持ちのよっていうのもあったんですけれども、えー、15やと書いて持ちのよですね。えー、占いの市長の方からですね、それは初見じゃ読めないし、誰も読んでくれないから、そういう名前ダメだよって言われまして、えー、発覚の方にしました <music>、えー。続いて趣味の話ですね。趣味はアウトドアもインドアも、まあ、ぼちぼちやってるんで、まずはアウトドアの話からいきたいと思います。アウトドア系の趣味の一番はですね、まずはランニングですね。 まあマラソンとかそんな感じですね。まあ、基本的にはまあ 10km 走メインで今はやってるんですけれども、だいたい、えー、1キロ3分45秒から4分の間でまあぼちぼち走れてますね。でまあ今はどん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 距離伸ばしていって、もうちょっとでハーフマラソン出れそうなぐらいなんで、まああと,と1 0キロですね。まあ1 0キロは基本走れるんで、 1> まあ目1 0キロ4 0分以内と、まあ、来年の末ぐらいにはハーフマラソンにいっぺん出場してみたいですね、まあ、あとはあれですね 3D 化したら一度今やってるランニング方法の解説をしたいですねで次に野球観戦ですね、まあ、関西出身ってさっき言ったと思うんですけどなんで元祖父の影響ですごい元から阪神タイガースめっちゃ応援してて まあでも言うても、球場には全然行けてないんで、ほとんどテレビとか YouTube でしか応援してないですけどね。で、えー、最後に神社巡りですね。神社巡りは占いの勉強を始めてからくめちゃくちゃ行くようになりましてですね。まあ、えー、現状、あれですね、天と地と神の3種類神社あるんですけど、地の地域の氏神様がいてはる神社と、 人の明治神宮とあと靖国に,には行けたんで、あと天の伊勢神宮と出雲大社にいつか参拝できたらなと思ってますね。で、えー、参拝後に引いたおみくじ、さっき見せたと思うんですけど、ああいう風にして持ち帰って、その様子をノートにまとめて、X に投稿取材するんで、ぜひチェックしてくださいね。で、えー、あと競馬か。競馬もアウトドアの趣味って言ってんかな。 まああの競馬自体はウィーニングポストっていう馬主と生産牧場を一緒に体験できる競馬ゲームっていうのが公栄テクモの方から発売されてましてねでそれの他の人の実況動画を見てから競馬ハマりました、えー、テレビで初めて見たレースは2017年の有馬記念、えー、ちょうど北サブラックの引退レースですねそれを見て馬が走るあの迫力とあと人と馬との絆を感じてどん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 ハマっていきました 今の推しは引退馬だけどコントレール、画像こちらですね、はいえー、こちらネット競馬様から引用させていただきました、えー、コントレールはですね、無敗3冠達成して、まあ、その後、なかなか勝てなかったんですけど、最後の引退のジャパンカップをしっかり勝って、優、えー、退されて、今は勝負馬として形容されていますね。 で、まあ、あと顔立ちもすごい可愛らしいんですよね。まあ、皆さんどんどん写真見てもらったらいいと思うんですけど。なので、これからも応援してます。コントレイル。続きまして、インドア系の趣味についてですね。まあ、大体ゲームとか音楽の話なんですけれども、えー、ゲームは今やっているのがウマ娘とポケモンですね。ウ、え、マ、ー、娘はさっき話した通り、競馬を題材にしたゲームなんで、 えー、その影響で話も始めました。えー、推しは、カツラギエースです。えー、まあ、もともとの馬を調べて、まあ、ジャパンカップで三冠馬二と、当時のミスターシービーシンボリルドルフを破ってジャパンカップを制覇した馬なので、まあ、そのすごいでかい大番狂わせですね。大腰したのと、まあ、キャラクターデザインがすごいかっこいい出だしなので、えー、その見た目にすごく魅了されました。で、ポケモンの方はですね、ポケットモンスタールビーが自分、 生まれてて初めてやったゲームなんですよねしかも自分でお小遣いかめて、えー、親に無断で勝ったのでめちゃくちゃ叱られましたけどなんですごく思い入れられますただし対戦勝ち勢とかではないのであとやってない作品があるんですよねダイヤモンドパールとかあとブラックファイトとか全然やってないんであんま詳しくは語れないんですけど、まあ、とにかくポケモンは好きですあと最近やったらポケモンスリープの方を熱心にやってますねあれはすごくいいゲームです え睡眠のリズムもちゃんと取れますし何よりポケモンの寝顔もすごい見られる一石二鳥のゲームなんでぜひ、えー、ダウンロードしてプレイしてみてくださいで続いて音楽の話題ですけれどももともとすごく歌うのが好きなんですねあとストレス解消の方法としてよく、まあ、ご飯作ったりとかそういう時に歌ったりしてますねで一番好きな歌は、えー、中森明菜さんのセカンドラブ えー、ああいう切ない恋の歌がすごい大好きでよく歌ってますね。他には松山千春さんの恋とか、あとは、えー、そんなもんすかね。あとはあれか、あのジュリーの、えー、時の過ぎゆくままにとか、ああいうのが好きですね。であと他の音楽のジャンルやとクラシックも好きでよ作業中に聴いてますね。一番好きなのはワルキューレの気候ですね。 あと、まあクラシックって言っていいのかもけど、サンバデジャネイロも好きですね。ああいうめちゃくちゃ盛り上がる曲はすごい好きで、サンバデジャネイロは、えー、携帯のところの着メロにもしてますと。えー、以上が、えー、うちの、まあ名前の由来とか、あと趣味の話ですね。えー、11月5日初配信やるんで、えー、チャンネル登録、高評価、この動画の拡散、あと、X のフォロー、よろしくお願いいたします。ほな、また。